サーにようこそ、若き忍びたちよ。神楽千年祭。神楽千年祭とは、無念のうちに死んだ忍びたちの魂を安らかに成仏させるための祭りじゃ。だからこの世界では死んだ忍びも生き返っておる。死んだ忍びが生き返ってる。そう、さっきお前たちが戦った忍びたちもそうじゃよ。まあお主らの先輩ってわけじゃな。それって幽霊ってこと？なんだアスカ、幽霊が怖いのか？情けないやつだな。私は幽霊なんか怖くないもん。幽霊が怖いのはホムラちゃんの方でしょ。私だって怖くないさ。幽霊などちょっと体が透けているだけのただの人だからな。死んだ忍びか。なるほど、だから猟奇が。それならもしやおじい様も。だけどどうしてばっちゃんは神楽千年祭に私たちを呼び寄せたの？さあなぜかの。自分のしたことを忘れてしまったのか。アスカ、お前のばあさんもしかして。それなら優しく接してあげないとな。年寄りに優しくしようとするのは関心だが、私はまだボケちゃいないよ。今後私を年寄り扱いしたらぶっ飛ばすからね。ぶっ飛ばす？私を？ホムラちゃん、気をつけた方がいいよ。ばっちゃんはじっちゃんよりも強かったらしいから。何？あの半蔵より強いって嘘だろ？こう見えてもわしは元神楽じゃからな。元神楽だと？元神楽だろうがなんだろうが、老人の戯れに付き合う暇はない。用がないならさっさと帰らせてもらうぞ。残念だがそれは無理じゃの。千年祭が終わるまではこの世界から誰一人として出ることはできん。この世界？ずっと疑問だったんだけど、ここはどこなの？どこじゃろね。でも悪くない島じゃろ。生活に必要なものなんかもみんな揃えておいた。何も心配せず千年祭に没頭してもらいたい。ちょっと待て、勝手に話を進めるな。千年祭ってのはいつ終わるんだ？さあね。さあねじゃない。無断欠勤したらバイトをクビになってしまうだろう。提案で？バイトをクビになる？それが何だってんだ。忍びのくせにバイトのことを気にするなんて情けないったらありゃしない。猛烈に本当っす。うるさいうるさい。忍びもバイトも関係ない。私はいつだって目の前の任務に全力でぶつかっていくだけだ。っていうか誰だお前たちは。この子たちは三神楽三姉妹さ。神楽千年祭の執行部として協力してもらってるんじゃ。三神楽、さまざまな世界と交信する力を持った巫女の一族と聞いたことがあります。ホムラ、バイトのことなら心配はいらん。ここにいる間元の世界の時間は停止しとるんじゃ。だからバイトをクビになったりはせんわい。時間を停止させてるって、アスカさんのおばあさま並大抵の力の持ち主ではありませんね。さゆり様は伊達に長生きしてないっす。さゆり様が持ってる知識や力はおばあちゃんの知恵袋なんてレベルを猛烈に超えてるっすよ。花
ビー、あたしを年寄り扱いするとあんたでもぶっ飛ばすからね。すいませんでした。申し訳ないっす。私たちが置かれた状況は分かりました。ですが、私たちをここに呼び寄せ閉じ込めた理由は分かりません。もしかしてばっちゃんは私たちに夏休みをくれたの？普段厳しい修行をしている私たちにご褒美みたいな感じで。なるほど、それなら納得だ。外の時間が止まっているなら思いっきり夏を満喫できるからな。忍びに夏休みなどありゃせんわ。お前たちを呼んだ理由、それは忍びの盆踊りをやってもらうためじゃ。忍びの盆踊り？月仙、半蔵、蛇女、穂村愚連隊、そして私たち神楽千年祭執行部の5つのグループでド派手に勝負するのさ。ルールは簡単よ。それぞれ81個の櫓を持ってお互いにぶっ壊し合うってわけ。あんたたちみたいなバカでもわかるでしょ。夏だ、祭りだ、喧嘩ってわけだ。くー、血が騒ぐ。もう体が熱くなってきた。とりあえず脱ぐか。どうして脱ぐの？ちょっと待ってください。まだ私たちは忍びの盆踊りをやるとは言っていませんが。いや、お前たちはやらないわけにはいかないね。なんせ櫓を一番多く壊したチームには、神楽への道が開かれるからね。神楽だと？ほう、神楽、忍びの最高称号か。神楽への道とはどういうことですか？それもいずれわかるさ。そうそう、戦いの場所も私が忍び結界で様々な場所に変化させてあげるよ。いつもこの島だけだと気分も盛り上がらないだろうからね。とにかくお前たち、櫓が最後の一個になるまで戦うがいい。まだまだわからないことだらけですが、やるしかないようですね。じゃあ手始めに一丁、私たちが遊んでやるぜ。祭りだ祭りだ、ド派手に暴れてやろうじゃないか。沈みましょう。いざ聖火の宴に参っちゃえ。
抜いていたわけではありません。戦いに集中できなかったのです。言い訳は見苦しいんだけど、集中できないのは実力のうちよ。入るんぱ。っていうかさ、やっぱりユミちゃんも感じてたんだ、この気配って。懐かしくて温かくて、わしたちがよく知っている気配。まさか本当にそうなのか。絶対にそうだよ、みのりたちが間違えるはずないもん。黒影おじい様、死んだ忍びが生き返る世界ならばおじい様もここにいるはずです。つまんねえな、せっかくの喧嘩が台無しだぜ。まあ気持ちは分からなくもないけどな。どっちにしろ忍びの棒取りが終わるまではこの世界から出ることはできん。しばらくはお前たちの戦いを見せてもらうわい。三神楽三姉妹行くよ。はーい。うっす。次に会った時は本気で来いよ。気の抜けた喧嘩なんか私はごめんだぜ。これであいつには追いつけたかね。